霊夢ちゃーん。今日どうしてもな予定がこの後あって、だからこの書類やっておいて。そんな、この量じゃ終電すら間に合わないですよ。あ、文句あんの？ないです。じゃあこれよろしくね。終わってなかったらこの前みたいに私怒られちゃうから、そしたらどうなるかわかってるよね。はぁ、今日も泊まり込みの残業か。本当にこんな会社は辞めてしまいたい。みんなが仕事を押し付けてくるから、だけどどうせ辞めても無駄なんだろうな。小中高といじめを受け、大学のサークルではセクハラされた末に濡れ衣を着せられ省かれてしまった。きっと私は、人間とはどうやってもうまくやっていけないようにプログラミングされてる生き物なんだと思う。今日給料日だったの忘れてたわ。どれどれ。いやー。部長、先日いただいた給与の明細についてなのですが、支給額が34万円だったのに手取りが20万円しかなかったのですが何かの間違いではないでしょうか。あ、それ、いじめ税の分だね。え、いじめ税。デイリンちゃん知らないの？4択から学校や会社でいじめをした人は税金取られるようになったの。ニュースとかでも散々やってるのに知らなかったの。これだから最近の若いもんは。え、でも私暴力なんかしてません。何言ってんの？この前レイムちゃんに残業全部押し付けてたでしょ。あれ全部バレてたよ。え、それっていじめに入るんですか？当たり前だろう。みんなしてレイムちゃんに残業押し付けて、いじめ税取られてるんだからね。その分レイムちゃんは大儲かりだよ。2045年4月1日、いじめ税法施行。いじめとみなされる行為をした者は罰則の代わりにいじめ税を徴収し、30% は国の税収とし、70% は被害者に還元される。様々な懸念もあったが、自殺率の急激な上昇によって人口が激減しつつあったため、野党からの厳しい批判を押し切り、強行採決された。しかし、この法律にもある大きな欠陥がある。それは、いじめ、とは何なのかという、定義があまりにも曖昧な点だ。キモオタク総理、この文面じゃ何がいじめで、何がいじめじゃないのかはっきりしませんか。総理はいじめの定義についてどのようにお考えですか。若者、いじめに定義もクソもない。いじめは線引きなんてできるものじゃないんだよ。相手が嫌だと思ったらその瞬間からいじめ、被害者を最大限保護するための法律だよこれは。はぁ、国際、マスゴミにいじめの辛さなんてわかるわけがないんだよな。何せマスゴミは国民を嘘っぱちで騙して金をもらっている最悪のいじめっ子集団だからな。あ、マスゴミ全員にいじめ税を課税して。おい、霊夢。なんですか。なんでもねえよ。私は3人の同僚から残業を押し付けられるいじめを受けていたため、いじめ還元金として20万円が私の給料にプラスされていた。どのような基準でいじめ税の額が決められているのかは公表されていないので全くわからない。だが部長は、俺の報告書をもとに税務署の専用の部署が課税額を決めてるんだってさ。証拠の写真とか資料とか音声を抑えるの大変なんだからな。と言っていた。でもまあ、それでいじめがなくなるならそれでいいよね。おい霊夢、お前書類落としてただろ。気をつけろよアホなんだから。あとさっき書いてた書類合計のところ絶対参照してなかっただろ。ぐちゃぐちゃになってたぞ。まさかいじめられっ子だからっていじめ税の収入で腹を肥やそうって思ってる。そんな言い方しなくても。じゃあ仕事くらい真剣にやりなさい。あなたがミスするとこっちまで余計な仕事増えるんだから。はぁ、残業大変やな。本当、ここ最近寝る以外仕事しかしてないわ。私たちこの量を全部霊夢に押し付けてたのか。でもこの量はそうでもしないと持たない。誰かに押し付けて犠牲にしないと。この調子だと、また明日も車中泊かな。俺はそうなりそう。そういえば霊夢は、さっき終わらせていった。私が担いでた瞬間に、ものすごい集中力ね。なあ、いじめっ子って本当に俺たちだけか。どういうこと？もう深夜の1時なのにまだ残業を強いられてる。そのくせ部長より上の人たちは定時で帰宅。仕事を押し付けてたのは俺たちだけじゃねえ。俺らの上司、そしてこの会社だろ。そうだね。俺たちは、いじめ税を課税されるまで、ずっと後輩の白霊霊夢に残業を押し付けた。しかしそうでもしないと持たなかった。押し付けてた時でさえ毎日11時まで残業していた。しかしいじめ税のおかげでようやく頭を冷やした。後輩を使って、何をやってんだ俺たちは。部長、業務量が多すぎます。以上です。働いても働いても仕事が片付きません。会社は人手が足りてない。君たちの頑張りに勝てるしかないんだこの会社は。頑張りすぎてるんですよ私たちは。霊夢。25時まで残業が当たり前とかはっきり言って狂ってます。それで給料も変わらない。こんな不当な労働を押し付けるのは部下へのいじめでは。いや、いじめ税なんかでは済まない。労働基準法違反です。霊夢ちゃんさ、さっき俺たちが狂ってるとかなんとか言っとったけど、狂ってもらわなきゃ困るんだよこっちは。社会人は狂ってなんぼなの。私たちにだって大事な時間があります。私にも子供がいます。家族との時間が全く取れないし、霊凛先輩も彼氏との時間を全く取れず振られそうです。はい。あのね、仕事より大事なことなんてないんだよ。社会のために一生懸命働くことこそ人生の本質なの。家族とか恋人とか大切な人と世界、どちらか滅ぼせって言われたら君たちは世界を滅ぼす気。そんなんじゃ君たちテロリストと一緒だよ。ダメだ。この会社完全にブラック企業です。よくわからない五択を並べられた末に最終的になぜかテロリスト認定されてしまった。というか部下だけが夜中まで残って残業してる時点でとんでもないブラック企業よね。もうこんな会社辞めるしか。でも私はみんなと働きたい。みんな最初は私のこといじめてたけど、霊凛先輩は不甲斐ない私をちゃんと怒って奮い立たせてくれて、ブーム先輩もちゃんと残業して、こうして一緒に戦ってくれた。だから転職して、ジリジリになるなんて考えられない。霊夢。さて、今月の明細表はどうかな。何？
なぜ、いじめ税が課されているんだ。俺はいじめなんてしてないぞ。いじめはどこからがいじめかわかりにくいんです。霊夢ちゃん、何をしたんだ、まさか社長が。いじめ税って、被害者本人でも申請できるの知ってました。何？いじめがあった証拠を提出すれば税務署の審査次第でいじめ税を加害者に貸すことができるんですよ。バカな、タイムカードは切らせたし報告書にも提示したこと書かせたわず、証拠なんてどこにも。録音させていただきました。私たちをテロリスト扱いしてくれたあの説教をね。そんな結局、あの後から部長が仕事を押し付けてくることはなくなり、部長も残業をして、私たちの仕事を手伝ってくれるようになった。人手不足による長時間残業の状態かという、根本的な問題は解決していないけれど、それでも前よりはずっと、会社の雰囲気は良くなったと思う。ずーっと。一点だけお知らせがあります。この度私ブームマン、ブログを始めました。僕流のゆっくり茶番の作り方や意見を、このブログを通して発信していく予定です。特にこれからゆっくり茶番を始めるという方や、いくら茶番を作っても伸びないという方は、絶対に知っていなくてはならない必須のノウハウをブログの記事にしていく予定なので必ず読んでください。金の亡者なので有料記事も書きます。でも無料記事でも大事なことをたくさん書いていきます。では、いければ概要欄、もしくはコメント欄のリンクからフォローよろしくお願いします。